乃木坂46田村真由25歳、弓木奈緒25歳。これ。やばない。弓木は3期目上2人が抜けた後、適当なタイミングで抜けるでしょ。事務所移籍して女優業やバラエティでガンガン活躍したいだろうし、大手から声もかかるはず。田村も4期エース2人や弓木抜ける前後で抜けそう。同い年の梅沢はキャプテンやらされてるし、後輩の公認育つまで降りたくても降りられなさそう。久保や与田もいつ抜けてもおかしくないのにね。5期に交代するまで残るのを前提に引き受けたから当たり前。菅原が選抜常連レベルで落ち着いてキャプテンし発揮し続けないと公認不在なんだよな。乃木坂一流能な弓木ちゃんなら、卒業後バラエティに女優に引く手あまただろう。顔も乃木坂で上位のルックスだし。真由ちゃんはいいだろ、貴重な人材だ。真夏は29歳までいたし全然いけるだろ。真夏みたいに同期がいなくなって楽屋で寂しくなるまで卒業しなくていいよ。先日結成12周年を迎えた乃木坂46の発足メンバーとただ同い年なだけであって、真由たんも弓木もまだまだ全然若いよ。弓木は芸能界長いし、芸能界の厳しさは誰よりも知ってそうだから、あっさり卒業もあり得る。やばいも何も弓木はともかく真由たんとかやめてどうすんのさ。みんな30超えてもいていいのに。同い年なのに田村も弓木も梅沢より年下風キャラやってるな。弓木は頑張ってるけど、田村はもう。真由たんは去年に写真集出しといてよかった感しかないわ。一つだけ言っておくけど、弓木のルックスは乃木坂上位ではない。通りで弓木はデビューから制服が似合ってなかったわけだ。真由たんは可愛いよ、7歳下の菅原にも負けてない可愛さ。リアルなら一番いいお年頃なんだけどな。まだまだいてくれ。